ホリエモンチャンネル。はい、皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。すごい難しいんですけども、フリーズコールというルールがあります。はい、これどういうことかというとですね、この距離まで近づいていって何しても気づかないな、この人で、ここまで近づいていってバンって打ってもいいんですけども、非常にこの人痛い思いさせちゃいます、堀さん。なので、こういうシーンがあった場合は肩か背中をトントンと叩いてフリーズといえば、この時点でもヒット判定ですね。これがフリーズコールというんです。はい、でただし、いくつか注意があって、例えば、フリーズを、された時に大きい声でヒットーって言うと、この人せっかく優しくしてたのに位置がバレて僕蜂の巣になっちゃいますので、 2,3 歩離れてからヒット取りますみたいな感じで寂しく去っていただけると。まあ、これもマナーですので皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあですね、あとゲーム中の注意事項、まず1つ目、ゾンビ行為。はい、撃たれても死なない人ですね。はい、これわざとやる人は非常にダメな人ですので、まあ、ただし気づかないってなってしまうとたまにですね、例えばかすったぐらいだったら気づかないとかっていうのもあるんですけども、まあ、T シャツ薄着でやったりとかすると判定には死弁になりますのでね、あの男性なんかは別に傷が若干残っても人生やっていけますので、ご協力お願いします。はい、まあ、女性の方は無理して脱げとは言わないんですけども、まあ、帽子取るぐらいとかだできると思いますので、判定しやすい装備でゲームに臨むようにしてください。でこちらも禁止です。はい、ブラインドファイヤー、これ結構多いんですけども、まあ、バリケード、物陰から、顔を出さずに銃だけ出してバン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 って適当に発砲する行為ですね。必ず銃と一緒に、顔を出して相手を目視して発砲するようにしてください。これフィールドによってちょっと違うんですけども、走ったりする行為ですね。うちはインドアフィールドといって狭く入り組んでます。なので、例えば出会い頭に走ってバンって衝突しちゃったりとかする時もあります。まあ、若干起伏を設けている部分もありますので、走って転んだりすると、違う怪我になっちゃいますので、うちはですね、走る行為一切禁止です。はい、はい、あとですね、サバイバルゲームは紳士淑女のスポーツですので、暴言とか、罵声とかはダメです。一切禁止ですね。でまあ、先ほども言いましたが、サバイバルゲームはですね、非常にこうルールとかマナーが尊重されるスポーツですので、皆さん楽しんで、勝ち負けとかあんま関係ないので、楽しむことが大事ですのでね、ぜひ今日楽しんでやってみてください。以前ホリエモン .com にて、今の小学生の将来の夢の3位に YouTuber になるというニュースについて、いいことなのにねとコメントしていましたが、その点について自分で考えてみたのですが、あまりいい結果としては捉えられないなと感じたのですが、そのいい点、いいと思う点について堀江さんの考えを教えてください。わかりやすく教えていただけると幸いです、という質問です。まずゲストご紹介します。本日はですね、ここ遊び場のオーナーの小林はじめさんとよっちゃんです。よろしくお願いします。じゃあ早速に質問の答えだけ読んじゃいましょう。あ、はいはい、そうですね、私はこう答えました。はい、自分が好きなことを仕事にしてストレスもないし稼げるし最高じゃないですか。詳しくは堀江貴文という生き方を読んでみてください、そういう本ですね。うん、最近のなんかの調査で、スマートフォンに熱中している子どもは、生活習慣がおかしいみたいなことを言われてたりと、そういう調査結果が出たらしいんですよね。多いか少ないかは別として、そのスマホに熱中してる子はめちゃくちゃその生活習慣が悪くなるし、スマホに熱中してない子はバランスの取れた、朝ちゃんと早起きしてご飯食べて、で勉強もそれなりにしてお手伝いもするみたいな、いい子が育つみたいな感じになってるんですよ。スマホに熱中しない子は、まあ、普通の子になっていくと。で普通の子になったら、みんなと一緒だから、まあ儲かんないよねみたいな。でも逆にスマホ使わない方がみんなと違うことをしてるような状態になってるんじゃないですか。いやいや、スマホをバランスよく使う人、だからスマホは1日2時間までとか、国全体が経済成長してる時とかは普通の子でも、そこそこ稼げたりとかするわけ、いい生活、それなりにいい生活を、これから経済成長しないんで、多分普通の人って一番損する。でも普通の人が一番得した時代の子供だから、やっぱりお父さんお母さんの感覚はそれを言うよね。何かに熱中してたりとかする方が全然得するんですよ。ハマって、新しいことにハマってその世界で権威になるっていうのは得するよって話、だから今や YouTuber がそれになってるってことですよね。はい、なのでちょっと今の意見参考にしてみてください。ではカメラに向かって告知お願いします。はい、遊び場は初心者専用のフィールドなので、サバゲーしたことない方ぜひいらしてください。
はい、駅からも近いですしね、はい、はい、ぜひ皆さん来てみてください。ここそう手ぶらで来てここでやってまた屋外とかの結構本格的なフィールドでやると、うん、はい、いいですね。はい、なのでぜひ皆さん来てみてください。そしてこの動画が面白かった方チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見が参考になったかどうかのアンケートもやっておりますのでぜひ皆さんやってみてください。あとですねメールマガジンに登録しますと堀江さんが質問に答えてくれますので、そして運が良ければこの Q&A コーナーでも使わせていただきますのでぜひ皆さんメールマガジン登録よろしくお願いします。はい、そして8月6日に大阪、8月20日に東京でワンマンライブやります。今会いに行くよっていうタイトルをつけてですね、ちょっと今年も会いに行きたいと思いますので皆さんもぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。チケットが売れてないですまだ言い方、うん、言い方悪いよ。あ、ごめんなさい、うん、面白くないみたいになっちゃうじゃないですか。すごくいいですよ。ありがとうございます、はい、ということで本日もありがとうございました。はい、メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？